皆さんこんばんは。9月26日木曜日、時刻は午後7時になりました。 NMB48 のまこちこと坂下まこです。えおいこと辰本えおいです。今週の NMB48 のジャングルレディオは、私たちやよまこコンビでお送りします。はい、前回は、本当に以心伝心で全問正解したりとか、本当に今までの絆がね、こう試されたんじゃないかなと思いますね。はい。ま、なんか思ったよりでもエピソードが、確かに。もりもり出てきて、懐かしいとか思いながら。終わった後もね、あ、まだあったやんみたいなエピソードとか。そうよね。あったんで、まだまだ出てくると思います。今日もいっぱい聞けるんじゃないかなと思うので、最後までお付き合いください。それでは、NMB48 のジャングルレディオ木曜日、オープニングはこの曲でスタートです。NMB48 で僕が負けた夏。改めまして皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ木曜日、あなたの心はどこにある？あっち？そっち？まこち、まこの真心を全力投球ストライク。 NMB48 チーム B2 のまこちこと坂下まこです。そしてむつき、きさらぎ、やっぱりやよい。 NMB あやよいもみんなのことが大好きやよNMB48 チーム B2 のやよいこと辰本やよいです。あ、ちょっと動揺してましたねちょっとさ、これパーソナリティの時からずっと大好きやよを忘れて、通算20回ぐらい忘れてたんですよ。1年でちゃんと言いますこのジャングルレディオは、月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当するアイドル番組です。私たち NMB48 メンバーが担当する月曜日と木曜日は、毎週メンバー2人が週替わりでお送りしています。そしてここからは、私たちを手伝ってくれる時計さんと一緒に番組を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、時間に正確な時計です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。時計やよ。時計やよ。いやね、もう9月も終わりに向かっておりますけれどもね、メッセージがね、終わりには向かいません。たっぷり来ております。嬉しい。ご紹介していきましょう。お願いします。まこちやよいちゃんこんばんは、とメッセージくれているのは、まこち推しののぼうさん、石川県の方ですよ。残暑厳しいとはいえ、徐々に秋が近づいてきましたね。はい、秋といえばコンビニやいろんなショップで秋限定の商品が出回りますね。確かに。お二人が飲んだり食べたりしたもの、これからゲットしようという予定のあるものなどなど、秋限定について教えてくださいということです。おいしいもんいっぱいやもんね、秋って。何食べたかな。あ、でもそれこそこの前、一緒に移動してる時に、あのミスタードーナツの芋丼を食べました。私だけか、ね。芋丼を食べて、なんか毎年でも出てるよね、あれ。出てる。毎年の楽しみですね、結構。確かに、あれが出るとなんか秋来たなっていう感じるよね。秋来たなって、早くてちょっとびっくりした。確かに9月序盤とかにもうね、出てたよね。もう秋やって思いましたね、すごい。なんか何食べた？食べた？あ、でも、なんだろう、やっぱいろんなところでさ、芋スイーツとか出てるやん。ほんまに。その中でも美味しかったのは、あのミニストップで発売されてる和栗ソフト。えそう、栗よ。栗。そう、栗好きやんな。好き。そう、和栗ソフトが美味しくて、めっちゃ。ソフト自体がってこと？そう、味が。なんかもう毎年出てんねんけど、それも栗の色してて、そこに上になんかブリュレみたいな感じで、なんかカリカリのが乗ってて、めっちゃ美味しい。そう。え、なんでそんな勝手に食べてんの？あれ？なんで勝手に食べてんの？サウナ終わりにミニストップ行って、食べても最高のサカツでしたね。めっちゃいいやん、サカツやん。そう。それめっちゃ美味しそうやんね。美味しそうですね。美味しかったです。やゆちゃんも栗すごい好きやってね、月曜日にも話してましたけど。いいね、栗のソフトクリームね。ブリュレになってるのがまたこれ、いいですね。まあ冷たいモンブランみたいな感じってこと。そう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 。え、めっちゃ食べたい。それは美味しい。食べに行こう。でもなんかサンマとかもいいよね、秋の。確かに。
もうたまらん。スイーツ以外にもね、秋の味覚いっぱいあるから。うんうん、なんか去年サンマが高くて結構。確かに言われてたかも。そうそうそう、だから今年はいっぱい食べれたらいいなって思いますね。今年はだいぶ安く販売されるそうですよ。本当ですか。漁獲量も多かったようなので。よかったよかった。いつもよりちょっと早めに漁が始まったようで、定期的なというかこの確保はできてるそうなんです。よかった、ね、よかった。庶民の味と言われておりました、ね、サンマが皆さんの食卓にまた並ぶ。嬉しいですね。そんなサンマはどうやって食べてはります？あ、でも私は焼いて、うん、こう真ん中切って、うん、大根おろしとお醤油、ポン酢、お醤油です。お醤油派、醤油か、お醤油派。私のお家はポン酢派ですね。あ、そうなんや。ポン酢派。ポン酢派ですね。あ、いいね、どっちもいいですね。あの大根おろしがね、大根おろしたまらないですね。大根おろしがね、よかったらカボスだけで食べてみます。うわ、めっちゃ美味しい。これもまた美味しいので、ね、いいですね。ね、なあ、秋って感じ。秋って感じにしてまいりました。ね、皆さんもメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今日もこちらのお二人がお送りするジャングルレディオ木曜日、最後までお楽しみください。この番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞くことができます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできますよ。番組の公式 X アットマーク JRO アンダーバー YesFM で検索してフォローお願いします。詳しくは YesFM のホームページをご確認ください。それではこちらのコーナーから始めましょう。 NMB あるあるのコーナー。このコーナーでは NMB48 にまつわるあらゆるあるあるを集めていきます。おー、ではどちらからご紹介いただけますでしょうか。じゃあ私から紹介したいと思います。はい、それではやよいちゃんのあるあるお願いいたします。ファンの人もめっちゃ面白さ求めてくる。確かにこれはあるある、めっちゃあるあるやと思うんですけど、なんか公演中の MC とかでツボったことがあったら、お見送り会があるんですけど、最後にお見送り中もずっとみんなそのツボった話をしてきてくださります。確かに、なんか、うん、たまにさ、アイドルやけど、うん、私たちお笑い芸人さんやと思われてるんかなっていう瞬間が結構あるよね。あそこでいかなみたいな。確かに、めっちゃアドバイスしてくれます。お話し会とかでね。ほんまにあれ良かったよみたいな。そう、あのツッコ良かったよ。良かったよ。ね。うん。めっちゃファンの人も一緒に。そうね。でもなんか、うん、NMB ってあるじゃない。うん、反省会で、うん、その公演の反省会で、うん、その MC について、うん、あれちょっと面白くなかったかとか あるなあ、MC の反省会ないんやっていうのを初めて知った。この前わかる なんか AKB の方とかと話してたりとかしたら、うんうん、何それみたいな感じな、うん、めっちゃびっくりされるよな。分かれるからやっぱ関西だけなのかなと思って、このお笑いに貪欲な、ね、この精神をやっぱり忘れずにこれからもね、うん、行きたいです。そうやねでもやっぱりそのお笑いを求められているわけではないでしょうお二人は。いやどうなんですか。でもなんかやっぱりなんか振られたら面白いこと、うん、そう言わなあかんのかなって。分かる分かるけど結構迷うくない。これは大喜利を求められているのか、うん、アイドルとしての回答を求められているのか、その塩梅がすごい難しくて、うん、なんかたまにめっちゃおごそかな感じのところでも、うん、なんかこれって大喜利なんか、そうそうそう質問がなんかすごいね。そうそうそう、難しいです。お互いにその大喜利のお題を出し合うっていうことはしてないんですか。メンバー同士とかないですけど、はい、そうですね、どうする大喜利振られたらみたいな話とかもせず、そうでも来たら、はい、もう戦う姿勢でって感じ で、ね、戦う姿勢で戦う姿勢で、はい、うん、大喜利します。あ、大丈夫です。大丈夫早い早い、断りが早い、はい、今はいい、大丈夫、今ははい、おごそかな感じですね行こうと思います。おごそかな感じ、はい、まあでもいつ何時振られるかわからない状況ということですね。そうですね、いや大変ですね、はい、関西というだけでお笑いまで求められて、はい、では続いては、まあ、こっちのあるあるをお願いいたします。はい、ロケ車パンパンこれはね、すごい NMB48 でも60何名いるんですよ。そのメンバーが
車3台とかでこう移動するんですけど、そうなると1台20人ぐらい乗らないといけないじゃないですか。だからもう補助席とかも使ってパンパンになりながら行くんですけど、けどなんか早く来た人からこう後ろにこうだんだん行けるんで、最後に来た人が補助席に乗ることになるじゃないですか、だからその入り時間にいかに早く着けるかが勝負ですね。確かに、もうちょっと逃したらね、そう、もう補助席行きやから。そうなんですよ、ロケ車ってね、はい、そのなんか先輩を後ろにとかではなく、はい、あ、でもそれはありますね。そうですね、普通のロケ車やったらそうなんですけど、うん、もうね、そう、バスみたいなもう言ってられへん時もあるもんね、はい、もうそれどころじゃないみたいな、もうとりあえず乗ってみたいな時もあるんで、はい、やっぱり来た人からっていう、もう変な話、2クラス、はい、学校の ね、はい、そうですね、生徒さんが移動してるぐらいの人数いらっしゃるわけですから、さすがに先輩を補助席には座らせないですけど、同期の中でも争いで、いかにもう自分の席を確保するのかっていう、うん、お二人はそのバスの席で前がいいとか後ろがいいとかってあるんですか、はい、でも後ろはそうですね、で私は結構前の方が好きです。前の方がいいですか、はい、降りやすいんで、うんうん、確かに結構好きですね。私はどっちかって言ったら後ろですね。なんかちょっと全体の様子を見ないと後ろちょっとなんか気使っちゃうっていうか、ちょっとチラチラしちゃうんで、後ろの方にいたいですね。なんかそれはやっぱ性格が出るもんなんですかね。確かにそれはありますね。そのね、まあ、あのロケ車とかバス移動の時って何してらっしゃるんですか、はい、皆さんバスの中とか。でも隣がそれこそ弥生とか仲いい子だったらずっと喋ってたりとかもしますし、ちょっと朝早すぎたりとかしたら爆睡みんな爆睡、はい、とか音楽聴いたりとか、いろいろそれぞれですね。やっぱそういうのあるんですね、はいはい、もうなんか本当にね、社会科見学にお出かけするような感じで、はい、バスの中で眠ったり。そうですね、それはそれで楽しそうですけどね、はい、帰りの時ってじゃあどうなってるんですか皆さん。帰りもそうですね、同じような静かに、そうですね、はい、真っ暗で、はい、でもなんか真っ暗の中お弁当食べてる人もいたりいるいる、食料をこう手に持って、あの主に坂本梨沙ちゃんです、ね、あ、そうです私の車ではあの出口になさるんですね。そう、別れ方って何かあるんですか。3台あるってなってましたけど、あ、でも結構マネージャーさんにこっちこっち、うん、あ、こっち行ってあっち行って、はい、チームだったりとか、はい、結構その時によってバラバラですね。あ、そうなんですね、はい、帰省の時とかはね、まあ、いいですね、やっぱり戦いです、うん、はい、補助席になっちゃうんで、なっちゃうので、はい、あ、やっぱそうなっちゃうんですね、はい、まあ、でもこれも NMB のあるあるということで ね、はい、でね、教えていただきました、ありがとうございます。さあ、皆さんの見つけた NMB48 にまつわるあるあるがありましたら、ぜひともお送りいただきたいと思います。メールお待ちしています。以上、 NMB あるあるのコーナーでした。それではここで1曲お聴きください。 NMB48 で僕だって泣いちゃうよ。見抜け、嘘つき NMB48。 このコーナーは NMB48 のメンバーが考えた問題の嘘を見抜くコーナーです。お、前の週に出演したメンバーが考えた2択の問題でどちらかが嘘を答えております。ヒントをもとに嘘を見破ることができれば成功となります。 お二人いけそうですか。うわ、でもね、まあ普段から人を疑って生きてるんで、そうね、それはちょっと語弊があるな、はい、大丈夫だと思います、はい、ちなみに前回クイズの答え問題出していただいたのは、はい、ほのちゃんとみそらちゃん、おこの2人って考えるとどうですか。でもほのは同期やし、みそらちゃんもねこの前一緒に出演させていただいたので、あ、そっか、はい、じゃあ傾向と対策はバッチリ。そうですね、ただ、はい、ちょっと問題が難しいというふうになっております。はい、それでは問題をお伝えいたしますね、はい、先週出演しましたほのちゃんとみそらちゃんからの出題です。問題、私たちが好きなお抹茶は甘め、おわ、苦め、知らんわ。まあでも甘さがそのまま甘め、苦め、ね、甘め、苦めでございます。そっか、お抹茶コンビか。確かに、みそらちゃんもね、京都出身。え、そうやな、今のところどっちやと思います。まあこの、まあ、ヒント聞いてない段階で、イメージでですが、私はでも苦めっぽい。いや、もう苦めやと思った。ということは嘘が甘めになるということですね、はい、
さあ正解は一体何なんでしょうかね。ヒント出していきますよ。お願いします。まず一つ目のヒントです。はい、抹茶ティラミス、抹茶パフェ、抹茶のアフォガードとか好きです。おお。でもこれは逆に、うん、それに苦いお茶が合うよってことかもしれない。確かに確かに確かに。ん、甘めにあれよな、生かそうとしてる気がする、うん、このスイーツで甘めをこう誘導してるアピール、うん、気がするから逆に苦い、うん、苦いのが好き、うん、なんか嘘が甘め、そうね、という形ですね、はい、では2つ目のヒントです。はい、お土産に良い。でも京都出身やから確かに京都のお抹茶といえばやっぱり本場の苦めとか、あ確かにこれは多分苦いですね。苦いだよな、うん、お土産にお抹茶買ったりすることありますか、お二人は。あでも私はあんまりないですね。なんかお菓子とかになっちゃいますね。あはははははまあ、あのお抹茶のお土産スイーツとかやったらお土産で買うということです ね、はい、ですね、ね、京都にねありますもんね、うん、いろいろお食べとかもね中入ってたりしますね。三つ目のヒントです。コンビニでも手軽に食べられる。あじゃあじゃあもうめ揺らいじゃうな。じゃあ多め。どうなる。多いもんね最近抹茶スイーツみたいな。お二人お抹茶はお召し上がりになるんですか。あ好きです。好きですか。そういう時どっちの方がいいんですか、苦めなのか甘めなのか。甘めが好きです、うん、私は。やっぱりどうしてもハードル高いっていうか苦め、うん、思いますね。甘い方がいいかな、うん、どんなやつ食べます。お抹茶やったらパフェとか。抹茶、あ確かに。でもなんかティラミス、抹茶ティラミス美味しくない。美味しい、ね、私はあのスターバックスの抹茶 の、うん、あの抹茶ティーラテっていうのを、うん、すごい飲んでますね。確かにあれは、はい、イメージ甘めですね。バリうまい。バリうまい。バリうまい。あれはうまい。酢が出てました。あれはうまい。あれはの夏に飲んだらもうたまらないですね。たまらないね。はい、いいですね。もう美味しすぎて。そうですね今 ね、はい、ね。でもなんかそれこそみそらちゃんがなんかスタ、うん、抹茶ティーラテ飲んでる時になんか無糖にして飲んでて、本当ですか。そうなんですよ、だから苦めやと思ったんですけど。それは苦めやわ。では続いてのヒントです。抹茶好きなら絶対こっち。あ苦め。苦めか。うん、2はやっぱり。そうやな、やっぱ2のイメージある、うん、苦めは。苦めはちょっとまだ私らそこまで行けてないから、そこまで行まで行ってないかも、ね、甘めが好きやけど。では最後のヒントです。はい、追い抹茶します。苦め。おー苦めか。苦めや、まあ、例えばあのスイーツなんかに、ま、もうちょっと抹茶のパウダー感欲しいなとかいう時はかけるそうですけども。あじゃあでもさちょっとさ、うん、苦めに寄りすぎてて逆に心配になる。確かに。それが罠かもしれへん。罠。そう、いやほんまに甘めですみたいな。そう、うん、確かにかもしれへん。どっちやろう。でもほのはそういうことしてくる。確かに。頭いいから。ほのはそういうことしてくる。そうね。お二人グリーンティーは飲むんですか。緑茶ですか。飲みますね。甘いやつですね、あのお茶の専門店なんかで、はい、店頭なんかで販売されててグリーンティー、ちょっと甘めのお茶、お抹茶みたいなやつなんですけど、そういうのはお飲みにはならない。あんまり飲まないですね。となると難しいかもしれないですね。どうなんだろう。だから私らは、うん、ずっと甘めっていうのは砂糖とかの甘めを想像してたけど、うんうんうん、茶葉の違いみたいな。あで来られたらもう分かる。確かに専門的な。そう専門的な。なんていうもう苦いのは苦い、私らからしたら苦いけど、妻、うんうん、からしたら甘いみたいな。確かに確かに。そういう捉え方がね。そういうところから来たら確かに甘めっていう線もあるんか。玉露の旨味みたいなこと言ってます。旨味とか旨味の中の甘味みたいな。みたいな来られたら分かんないですね。確かに。勝手になんか砂糖とかの甘さやと思ったんだけど。単純なものではないと。そういう領域ではない。そういう領域じゃないかもしれない。だからなんならどっちも苦めやね。確かに。一緒回って。なんならどっちも苦め。うん、でもなんかみそらちゃんのその無糖の話聞いてたら、うんうんうん、苦めやと思う。うん。まあほのも。
なんか結構苦め好きそうや。好きそう。まあじゃあまあ最初に信じた方で。そうね。揺るがずに。はい。ということはお二人は苦めが好きということなので、はい、嘘は甘めで。よろしいですか。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それではお答えしましょう。嘘は甘めでした。お二人すごいですね。嬉しい。いやただそのあの茶葉の甘みとかいた時はドツボにはまっていってるなとは思いましたけど、そういうのではなく、はい、やっぱり抹茶の苦みが美味しいとのことでね。そうなんですね。なのでさっきグリーンティーをお伺いしましたけども、はい、ほのちゃんとみそらちゃんはグリーンティーは飲まない、甘いっていう風に言ってました。 あれはやっぱり甘いですという風になってましたのでね、はい、そんなお話もしていただきました。さあ正解でございます。月曜日の維新伝心と同じようにお二人、はい、やっぱり仲の良さが出ておりますね。はい、ではそんな仲のいいお二人、はい、ご旅行に行ったということでね、はい、いろいろ今日お話聞きたいんですけども、はい、クイズもちょっと作っていただきたいんです、うん、はい、どんなクイズにいたしましょうか。私たちのクイズは白浜に行ったので、白浜に行った時に一番最初に食べたものはしらす丼は和歌山ラーメンにします。どっちも美味しいですね。はい、どっちも食べたんですよ。しかも、はい、あ、どっちも食べたんですか。はい、最初に食べたっていうのがやっぱりね、行ってワクワクで食べたものは何でしょうっていう、うん、あ、実際に食べたのは何なんですか。はしらす丼です。しらす丼、はい、美味しかったですか。美味しかったふわで美味しかったです。そんな笑顔になります。今びっくりするぐらい笑顔でしたね。美味しかったです。たまらなかったです。いや素晴らしい。じゃあヒントの方もお願いしたいと思います。はい、一つ目のヒントが和歌山といえば、うん、和歌山といえば、はい、二つ目のヒントが海を見ながら食べたい、うん、海を見ながら食べたい、はい、三つ目がずっしり系です。うん、ずっしり系、はい、やっぱ食べた時にお腹にこうたまるから、はい、あ、しらす丼は結構ずっしりしたんですか。いっぱい乗ってましたしらすが。なんかしらす丼って言ってたんで、うん、ちっちゃいかと思ってたんです。お茶碗ぐらいのサイズかと思ってたら、うん、結構もう丼ぶりみたいな、うん、あ、ラーメン丼ぶりぐらい、はい、大きい。その上にしらすがもうわーって山のように、はい、ずっしり系やったな。あれはずっしり系やった。海見ながら食べたしな。食べた最高でしたよ。もうロケーションも、はい。四つ目が出来たてほやほや。うん、まあ、どっちも出来たてですね、はい、でもやっぱしらす丼新鮮でしたね。なんかちょっと、うん、そうね。それ湯がいてるやつなんですか。生のやつ、はい、湯がいて白くなってる、うん、はい、あ、なんかほやほや、ほやほやでした、うん、ふわふわのほやほやです、はい、ふわふわのほやほや、はい、いいですなここでちょっと和歌山ラーメンのこの日本の方にちょっと誘導させたいですね。確かに出来たてほやほやで、うんうんうん、熱々な感じを。で最後が味が濃かったです。濃かった。え、しらす丼って味濃いんですか。はい、はい、ちょっと醤油をかけすぎましてそれはもうお二人のさじ加減でしょ、はい、まあまあそうといえばそうなんですけど、はい結構塩分過多でしたね。濃かったですね、はい、まあ、これはねどっちも当てはまるもん。和歌山ラーメンも濃いんで、うん、ここで騙されてくれたらな、はい、え、お二人はそれ海に入った後、海に入る前です。前に向いて食べて、はい、一発目にも行きました入る前に、はい、入る前に食べちゃった。食べました、はい、いやでもすごいですね。ということは、次回のクイズは、はい、私たちが白浜について一番最初に食べたのは何でしょうか、はい、しらす丼おは和歌山ラーメン、はい、ということですね、はい、わかりました。では嘘が和歌山ラーメンとなっております、はいはい、和歌山ラーメンは実際食べたんですか。食べました。夜ご飯に。あ、夜ご飯に和歌山尽くしだったんですね、はいはい、そうですね。美味しかったです。では後ほどまたそのお話も聞かせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。はい、以上見抜け嘘つき NMB48 でした。それではここで1曲私の推し曲を紹介します。クリープハイプさんで糸。ちょっと聞いてよメッセージ。このコーナーはリスナーの皆さんからの質問メッセージをご紹介します。さあたくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。月曜日に引き続き木曜日も大量のメッセージとなっておりますが、はい、お二人さっき白浜のお話されましたね。はい、
旅行行ってきたんですよねというメッセージがめちゃくちゃ来てるんです、ちょっとご紹介していきましょう。はい、こちら北海道のブンブブンさんメッセージ持ってますよ。ありがとうございます。やよまこのお二人こんばんは。こんばんは。最近白浜へ小旅行に行ったお二人、はい、最高に可愛くまるで恋人かなっていう浴衣姿のお互いの写真撮り合ってましたね。そうなんです。やっぱ良かったですか浴衣。そうですね、やっぱり旅行ならではの、うんうんうんね、ちょっといいホテルで絶景を見ながら、はい、撮りました。絶景を見ながら、はい、暑くなかったですか。あーでも、でもちょうどいいぐらい、ちょうどいいぐらい、猛暑ではなかった、うん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 、よかったですね。はい、そこであった楽しかったこと、面白かったこと、美味しかったものなど行って帰ってくる道中の出来事も含めて楽しかった、うん、全部のエピソード聞きたいですというメッセージ持ってますが、まずじゃあ美味しかったものを聞こうかな。さっきね、しらす丼、和歌山ラーメン召し上がったって言ってましたけど、はいはい、それ以外はなんか。そうですね、旅先のその、うん、三段壁っていうところに行ったんですけど、うん、はいはいはい、そこの近くにあるあのちょっと売店みたいなとこなんですかね、うんうんうん、に売ってるジェラート、ジェラート、はい、食べた、はい、すごく美味しくて、美味しかった、めっちゃすごい、その店員さんもあた、うん、温かい人で、すごくそうなんですよ、もうはいみたいな感じで、うんうんうん、これにするのねみたいな感じですごい優しくて、うん、もう心も温まって、うん、すごい美味しかったです ね、 確かに。何ジェラート食べたんですか。あ、私が抹茶ジェラート食べました。抹茶ジェラート、はい、私はいちごミルク、いちごミルク、はい、その時にちょっと変わったやつはいかなかったですね。行きそうになりましたね。でもなんかもう本当に普通になんか受け狙いじゃないんですよ。ほんまに歩きながら、あ、バナナミルクがいいって言いながら去っていって、なんか、はい、バナナミルク、うん、まあ、美味しそうやけどこのラインナップでそこ行くんやっていう気持ちはありました、はい、まだまだ他にもあるでしょっていうことですよね、はい、そうですね。で結局抹茶に、はい、抹茶に落ち着いて、ちょっとなんかうんとか言われたからじゃあやめようかなと。嘘、その一言聞いてた、聞いた知らんかった。そうですね。じゃあ、和歌山で食べたのはしらす丼とジェラートと和歌山ラーメン、はい、はい、夜はなんか布団入りながらボリボリジェジェとね、ジェジェっていうのは、なんか追いアイスしました。あ、追いアイスした、はい、確かに追いアイス、はい、そのジェラートを、うん、夕方ぐらいに食べたんです、はい、うんうんうん、でホテル戻って和歌山ラーメンを食べた後に、うん、よし帰ろうって言ったら、うん、セブンティーンアイスがあって、そうなんですよ。もうこんなん買うしかないじゃないですか、うん、もうエモいよね、はい、もはや夜のセブンティーンアイスですよ。バーンと押して夜のセブンティーン、バーンって押して、はい、ました。もうたまらなかったですね。いや、いいですね、はい、本当になんか旅行の思い出っていう食べ方してます ね、はい、ね、旅です。いや、いいね、仲いいからこそできることなんでしょうね、はい、で他にもちょっとメッセージいただいておりまして、はい、こちら、大阪府の新高さんメッセージ持ってます、うん、ありがとうございます。まこちやよいちゃんこんばんは。こんばんは。お二人は最近白浜旅行に行きましたね、はい、その時のとっておきのエピソードがあればぜひ聞いてみたいです。また二人で行ってみたら別の場所はありますかと、まあ、月曜日に韓国っていうふうにね、はい、お話しされておりましたけども、はい、白浜へはまず何しに行ったんですか。旅行でしょうけども、はい、目的、一番の目的ですは、もうリフレッシュです。リフレッシュ、はい、できました。できました。できました。どんな風に過ごしてたんですか。あんまりこう予定詰め込まずに、うんうんうん、結構その場で、うん、あ、ここ行くとか言って、うんうんうん、ゆっくりした旅やったよね、うん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 、めっちゃ楽しそう。楽しい、楽しいです、楽しいです、マジで、はい、本当に。いいですね、それもね、はい、やっぱね。じゃあ、うん、泊まるとこだけ決めて、はい、朝何時集合みたいな感じで。そうですね、はい、そうですね。泊まるとこはもうほんと前日だったんで、うん、あと一部屋とかしか空いてなくて、うん、ギリギリ、はい、でもやっぱり旅館でちょっとゆっくりしたかったんで、うんうん、あ、ホテルじゃなくて、あ、なんかホテルなんですけど和室がついてるところにして、はい、でしかも海側でちゃんと海側を見える方で、はい、オーシャンビュー、オーシャンビュー、もうたまらなかったですね。最高やん、はい、どんな話するんですか2人で。なんかもう覚えてないぐらい薄い話をしてます。薄い、薄い、それはもうなんか日常会話すぎて、うん、はい、
日常会話。仲いいとね、逆になんか、うん、なんかもう活動の話うんぬんより、うん、もう話そうと思って話してないよね、うん、話してないですね。もう、あ、もうだからなんか話し出したらずっとそれって、はい、覚えてないんですよ。だから覚えてない、全然。何話したよ。友達みたいな感じでずっと、うん、ああ止まらないですね。友達ならではの会話、うん、はい、そうですね。ちょっとそう言っていただくと想像もしやすかったですね。難しいですよね。でもね、なんかね、仕事仲間でもあり、はい、で仲良くなってるんで、うん、お友達でもありというふうになると、はいはい、ねえー、とっておきのエピソードっていうのはもう全部ってことですね、はい、じゃあ。そうですね。あ、でも私ありますよ。何ですか？遅刻してきました、この人。おやまあらら。で、電車1本遅いの、1時間後ぐらいの電車乗ったんですよ、うん、そうですね。え、電車1時間遅いの？そうです、あの和歌山行きの電車が1時間に1本しかなくて、うん、で1本逃したらもう1時間後になっちゃうんですよごめんねって言って向かって、やばいかもってきて、はい、どうしたんって言ったら、いや時間が時間がでも弥生もなんですけど、はい、弥生は逆に1時間前に言うでって、うん、その予定時刻より勘違いして1時間前に出ててじゃあ2人ともある意味時間が お,、はい、おかしかったってことですね。時空がちょっと出てましたね。時空が違う、はい、私よくやっちゃうんですよね、1時間前に出るやつまあでも遅刻はしなかったのでね。そ う, ね、そうですね。でもまあね、うん、え、とかだ、トータル2時間待ったってこと？あ、でも、もう家出た瞬間に、なんかおかしいぞってなって、もう一回携帯見たら、うん、これ間違えてるわってなって戻ったんで、そんな待ったとかではないんですけど。あ、戻ったのは戻ったんですね。戻って、だから1時間ですね、待ったのは。うんうんうん。うん、まあでも行けてよかったですね。1時間というか、途中で来たんであれなんですけど。うん、え、でもね、旅行とかでしょ、お二人バレませんでした？はい、あ、バレたんですよ。そうなんですよ。でしょ？白浜に着いて、バスに乗った瞬間に、うん、知ってくださってる方がいて、うん、で横並びでね、しか座ったんですよ。あの、それ大丈夫でした？あ、大丈夫でした。そうですね、座っ、もうどうしようもなかったもんね。そうですよ、もうそこしか空いてなくてバスのこの一番後ろの4人席あるじゃないですか、そこの2席しか空いてなくて、うん、その横の2席に座ってらっしゃったんで、うん、もう座るしかなくて、うん、あーみたいな感じで気を使いながら、ね、へー、やっぱバレるんですね。そう、あ、びっくりしたよね、うん、でも白浜、そうですね、なんで、うん、そんなこうあんまり、そう、やっぱ大阪とかほどは、うん、バレないだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、こんなところで、うん、みたいな感じのところ、そうやったんですね。旅行で来られてて、あ、旅行で来られてる方が、はい、そうなんですよ、めっちゃファンやん、すごい一心伝心です。ねえ、本当にね。そしてこちらギャオスケさんメッセージ持ってますが、まこちゃん、やよいちゃん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いております。2人はこの前和歌山旅行行ってきたみたいですね。まこちゃんは一人旅も好きでアクティブですが、車の免許があればもっとアクティブになれるのではないでしょうか。車でどっか行きたいですか？行きたいです。どんなとこ行きたいの？ドライブ？そうですね、やっぱり結構自然界隈なんで、確かに滝を見に行ったりとか、車でしか結構行けないじゃないですか。遠いからね。山とかだったり、うん、海沿いをドライブしたりとか。うわ、いい。もう高台から夜景を 見たりとか、うん、そういうのにすごく憧れますね。お、車ならではのね、旅行の楽しみっていうのがありますからね。はい、そんなギャオスケさんですが、まこちゃん、やよいちゃんは車の免許を取る予定はありますか？忙しいでしょうが、免許があれば旅行だけでなく生活がかなり変わりますよ、うん、と。まこちゃん仲良しの川上千尋さんも免許を取ったそうなので、うん、検討してみてはいかがでしょうか、はい、ということになってますよ。ある？取りたい。もうずっと言ってるんですけど、タイミングを逃しまくって、だからもう行ける時に行かないと絶対に取らないんで、うん、この冬か、うん、あの今年の年内か、うん、年明けて 1,2 月でもう絶対に取りたいって決めた。すごい、うん、いいですね、免許ね、取っとくのも ね、 そうですね、結構メンバーでも取ってる人が少ないんで、少ない、はい、結構電車とかになっちゃうんで、だから連れてどっか行きたいなって思ったり、まあ、自由がチクってのもありますから ね、 ね、旅行先でレンタカーも可能ですもんね。確かに、そっか、うん、めっちゃいい、そういう楽しみ方もありますよね、はい。そしてこちらラジオネーム宇田川さんからもらっているんですが、まこちゃんは意外なことにお仕事で泊まりになった時、ホテルでは、はい、一人で眠れないほど怖がりですよね、はい、とメッセージも
もらってますが今回大丈夫でした？あ、今回はでも、うん、あの一部屋で、うん、キングサイズのベッドで二人で寝たんで大丈夫でした、うん、そうなんですよ。大きいやつで、はい、布団取り合いになりませんでした、はい、私なんかすっごい引っぺがされましたもう寝たいのに疲れ、それ一日弾丸っていうのもあって疲れてた、うん、1時間早く起きたし、うん、それは多分自分のせいで寝たかったんですけど、うん、もう寝ないでみたいな、起きてみたいな感じで布団を取られてそれはでも、もう寒いまま寝ましたもんそれ寝ないでっていうのはもっと、はい、もっと喋ろうよっていうこと、はい、遊んでほしかったけど、うん、寝られました眠くて、はい、いたずらとかしなかったんですか？あ、そうですね、めっちゃね、結構もう布団を取って、もうしてたんですけど、うん、あんま聞かなかった寝ぼけが買ってしまったと。そうですね、前日も公園で次の日も公園だったんですよ。あ、じゃあもう寝とかないとねって思ったんですけど、うん、そんなことなかったですね、横の人はめっちゃ元気で、はい、リフレッシュできました、お二人。はい、はい、でもすごいリフレッシュできました。一番それが目的でしたもんね。はい、楽しかった。お二人の今年の夏の思い出たっぷり聞かせていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。NMB48 メンバーへの質問やメッセージがありましたら、JRO-MON@YesFM.jp へお送りください。たくさんのメッセージありがとうございました。以上、ちょっと聞いてよメッセージでした。それではここで一曲お聴きください。 NMB48 で休戦協定。エンディングの時間になりました。 NMB48 のジャングルレディオ木曜日、いかがでしたか？楽しかった。楽しかった。あっという間やったね、うん、普通に雑談してるみたいな、うん、確かに感じでした、うんうん、すごい。白浜の旅行も、うんうんうん、ね、いっぱい、ね、ほんまに思い出して方からいただいてて、うんうん、すっごい量をやったらしくて、ね、白浜のお話が、うん、ね、嬉しいですね。嬉しいし、また旅行行ったら報告しますね、皆さん。また旅行に行ったら来ますね来ます。じゃあ早い旅行行ってもらわないとね、みんな待ってますからね、はい、まあ、韓国行ってみたいっていう風になってましたけど、はいはい、日本国内やったら次どこ行きたいとかってあります？まあ、博多もそうですし、うん、私はでも北海道に行きたくて、うん、北海道、はい、大好き、北海道、野球が好きなんでエスコンフィールドに行きたくて、うん、あとはやっぱり美味しい食べ物、うん、新鮮な食べ物食べて、ね、食べたい。海鮮苦手やけど2人とも海鮮苦手なんですか？苦手です。そうなんですよ、食べれなくて、うん、それでもジンギスカンだったり、まあ、そっかそっか、牛乳系も美味しいんで、チーズとかもね、ありますし、はい、ジンギスカンとかも食べはるんですね。食べれますね。ラーメンもさっき言ってましたもんね、和歌山の、ね、北海道味噌バターコーンとか、あ、食べたい。絶対美味しい、ね、この時間のそのトークはほんまにお腹すきます ね、 ですね、もう味噌バターコーンいろいろあります。美味しい、ラベンダー畑なんかも ね、 いいね、見ててね、いいですね。ね、向こうでなんかお互いにショートムービーみたいな撮って帰ってきてもいいかもしれない。いいですね、 Vlog みたいな、うん、なんかミュージックビデオに使えそうな、なんか絵を、うわ、なんかそれすごい見たい、壮大やから。確かに、確かに北海道あり、高原とかで、うん、走り回って、またご旅行のお話もお待ちしておりますので、はい、番組お越しいただきたいと思います。はい、全てのメッセージの宛先は JRO-MON@YesFM.jp、 こちらは月曜木曜共通です。その他リクエストフォーム、 FM プラプラのアプリ、お好きな方法でお送りください。月曜日のコーナー、心を通わせジャングル維新伝心のお題、木曜日のコーナー、 NMB あるあるのコーナーのあるある、ちょっと聞いてよメッセージのお便り、メンバーへの応援メッセージなどなど、皆さんからのメッセージお待ちしています。今日も時計さんありがとうございました。ということで、そろそろお別れのお時間となりました。最後は NMB48 のこれが愛なのかを聞きながらのお別れです。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りします。お楽しみに。そして深夜1時からのリピート放送もぜひ聞いてください。今回の担当は NMB48 チーム B2 のまこちこと坂下まこと、やよいこと辰本やよいの2人でお送りしましたせーの、バイバーイ。NMB48 の田中幸乃と板垣香里です。毎週月曜日と木曜日午後7時からは NMB48 のジャングルレディオ、週替わりで NMB48 メンバーがお届けする1時間番組です。いろいろな話をしてとても濃い時間を過ごしました。
ぜひお聞きくださいね。